どうも、シュートです。さあ、今回もイフトボールアプリのとこ取っていきますけれども、今回はショータイムとエピックガチャのレベマ能力値解説ですね。二つともやっていこうかなと思います。まあ、二つともね、ガチャ自体はめちゃくちゃ激アツってわけではないんですけれども、お互いに一人ずつもう本当にめちゃくちゃ強い選手がいるんで、もうそこで使う選手をピンポイントで補強したい。他はもうある程度揃ってるんでいらないっていう人には、結構おすすめなガチャにはなってるんじゃないかなと思いますね。で、評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。まずはエピックの方から見ていきましょう。センターバックプジョルですね。身長178センチ、右利きのハードプレスということで、この選手はブースターデュエルプラス2持ってるんで、優秀なブースターですね。で、補正とブースターかけたら、この育成だったら大体こんな感じになるんですけれども、ディフェンス能力ね、ちょっとディフェンスセンス上げたくて、守備意識アグレッシブネスカンストするのはもったいないですが、やっぱスピシュめっちゃあって、フィジカルもあって、スタミナも95なんで相当いい能力は持ってるんですけれども、もうやっぱ身長が低いんで、ちょっと多分あんまり使われないんじゃないかなと思っちゃいますね。評価に関しては SS レベルの能力は持ってると思うんですけれども、多分使用感はね SS ほどではないというか、高身長のセンターバックと比べるときにやっぱり足届く範囲っていうのが、パスカットの範囲とかブロックの範囲っていうのが全然変わってくると思うんで、ってなったらやっぱ高身長の選手使った方がいいかなと思うんですよね。空中戦に関してはジャンプとか高ければ全然問題ないんですが、ちょっと身長がもったいないかな。スキル的には闘争心、ヘッダー、マンマーク、インターセプト、エアバトル、ブロッカーなど全部持ってるんで、ほんと身長だけがもったいない。サイドバックで使ってもいいですけど、無印サイドバックは結構上がっちゃうんで、上がってもそこまで仕事できるタイプではないんで、サイドバックもそこまでおすすめではないですかね。じゃあ次はカシージャスですね。身長185センチ、左利きの攻撃的ゴールキーパーということで、今回カシージャスに関しては正直基本的には狙わなくていいんじゃないかなと思いますね。ディフレクティング以外の GK 能力上がるブースター持ってて、補正とブースターかけたら大体こんな感じと、総合値で101まで行きますし、能力はそんな悪くはないんですけれども、やっぱ身長低いんで根下の対応とかが、僕も使いましたけど正直微妙かなっていう感じしましたし、やっぱ先日登場してたチェフとかと比べてしまうと、ガチャ的な部分もありますけど、身長がやっぱり10センチとも負けてるんで、セービング力だいぶ変わってきちゃうかなと、今回そこまで狙う必要もないんじゃないかなと思いますね。スキルはキャプテンシー、 GK ロングスロー、低弾道パントキックも持ってます。ではエピック最後はエジミューソンですね。身長186センチ、右利きのアンカーということで、この選手には正直評価神を与えてもいいんじゃないかなと個人的には思います。この選手もプジョルと同じブースターでデュエルプラス2持ってるんですけれども、補正とブースターかけたら大体こんな感じで、裏総合値センターバックで102まで行くんですよね。で育成次第では103まで持っていくことできるんで、富安さんと同じレベルのセンターバックと思っていただいて大丈夫ですし、やっぱこの育成スピード90まで持っていけて、瞬発もそこそこ高いですし、フィジカルしっかりあって、ディフェンスセンス95のセンターバックって多分今までほぼいなかったレベルだと思うんで、身長もしっかりあるし、ディフェンスエンボールダッシュも高くて、本当にね、僕も何試合も20試合ぐらい使いましたけど、今週獲得した中で一番やっぱり安定感はありましたね。毎試合ずっと活躍してました。でも足元能力に関してもね、フライパスは多分センターバックとかで使う選手では一番高いし、ドリブル1上げましたけど、それで全部70以上には持ってこれるんで、やっぱ事故りにくさもありますよね。スキル的にはヘッダーマンマーク、インターセプト、エアバトルとかは持ってるんですけど、ブロッカーないんで、ブロッカーだけつけてあげた方がいいかな。では次、ショータイム見ていきましょう。まずはモラタですね。身長189センチ、右利きのラインブレーカーということで、この選手に関しては正直ショータイムクラスの選手ではないかなと思っちゃいますね。ブースターはシュートプラス2なんで、決定力、キック力上がるのは結構大事ですけど、それ以外がちょっと微妙。で、補正とブースターかけたら大体こんな感じになるんですけど、総合値は99まではいきますが、正直ちょっと微妙っすよね。ハイライトで出たら、無課金とかあんまりセンターフォワードのスーパーサブとか揃ってない人だったら嬉しいかもしれないですけど、CF でレオンとか他にも優秀なスーパーサブスキル追加して持ってるって感じなら、もらったらいらないかなと思いますし、やっぱ今の環境ね、サイドの選手もそうですけど、爆速でドリブルできる前線の選手が強いんで、ドリブル78とかだとそんなに足早くドリブルできないんですよね。で、スキル的にはワンタッチシュート、ヘッダー、ミドル、闘争心、ワンパス、スーパーサブ、エアバトルあたり持ってますけど、アウトスピンも根幹もなかったりと、シュートのバリエーションっていうところもちょっと少ないかなと思うんで、そこまで狙う必要のない選手かなと思っちゃいますね。使いこなすのは結構難しいと思います。では次はベリンガムですね。この選手ちょっとね、いろんな人で評価分かれるかなと思うんですけれども、
身長186センチ、右利きの2列目からの飛び出しということで、まあ、能力的にはいつものベリンガムに決定力とキック力がめちゃくちゃプラスされたっていう感じではあるんですかね。まあ、ブースターシュートプラス2なんで、モラタと同じ感じで、まあ、ちょっと微妙ではあるんですけど、補正とブースターかけたら大体こんな感じと。まあ、決定力、キック力がえぐい中盤の OMF として使えるっていう部分では、まあ、今までにない選手だとは思いますし、いろいろいいところはあるんですけど、まあ、果たして OMF でここまでの決定力とキック力必要なのかって言われたら、まあ、ちょっと微妙かなっていう感じもしますし、まあ、評価 SS は一応上げてもいいかなっていう感じはしますけれども、本当に好き嫌いは分かれると思いますね。前線であんまり小回りが効かない選手、好きじゃないっていう人はベリンガム狙わないでいいと思うし、スキル的にはいつも通り特殊ダブタが使えて、あとはここにないですけどアウトスピンキック持ってたり、ワンシューミドルとかもあるんで、まあ、本当シュートに特化したベリンガムって感じですかね。まあ、本当に好き嫌い分かれる部分ではあると思いますね。結構ぶっ壊れっていう感じではないですけど、まあまあ強いのかなっていう感じがします。ではラスト、久保建英選手ですね。この選手ね、最後まで評価どうするか配信でもずっと悩んでたんですけれども、やっぱりずっと使ってるとモメンタムのエグさっていうのはもうひしひしと伝わってくるんで、SS にしようかなとも思いましたけど、まあポジション的にもスキル的にもちょっとこれは神にしといていいんじゃないかなと個人的には思っちゃいましたね。この選手のブースターはボールキャリーなんで、ドリブル、ボールキープ、スピード、ボディコンがプラス2されますね。で、補正とブースターかけたら大体こんな感じで、まあ、能力的にはね、そこまでじゃない、パッとせんくないと思う人もいるかもしれないですけど、まあ、もちろん B 固定ではないんですが、やっぱりスキルにモメンタムドリブルをここには書いてないですけど持ってるんで、まあ、やっぱ相手のゴール前まで行ってしまえば、まあ、大体のドリブル能力がほぼカンスト近くまでは行くんですかね。ドリブルがプラス8されるっていうのはまあ検証で分かってるんですけど、まあ、ボルコンとかボールキープはどうなるかは分かんないですが、ドリブルと同じぐらいプラス8ぐらい上がるならもうほぼほぼカンストですし、まあ、今までもモメンタムドリブル持っててこういうタイプっていうのはいたとは思うんですけど、やっぱ結構な低身長で非常に扱いやすいですし、ここまで決定力高かったモメンタムドリブル持ちって多分いないんですよね。まあ、動画で見てもらった方が分かりやすいと思うんで、ちょっとハイライト見せていきますけど、ここまでね、爆速なドリブルしながらインパクトでこのサイドネットに沈める感じ、まあ、こういうのできるモメンタムって多分今までいなかったと思うんで、まずそこ決定力高いっていうところが本当に評価できるかなと思いますね。まあ、もちろんキック力が高いっていうところも影響してるとは思いますけど、こういうところも、まあ、スピード86ではありますけどめちゃくちゃ速いですよね。で、速いドリブルしながらこのコンカ、こんなギリギリのコースにコンカ打たれたらまあ止めれないし、まあ、ラストもインパクトのこのシーンですかね。ここで縦行くと見せかけ中切り込んでもう一枚抜いて、もうそのままインパクトズドン、まあ、この決定力があるから、まあ、評価神にしてもいいんじゃないかなと個人的に思っちゃいますね。まあ、もちろんガチャ的に評価神で、まあ、ガチスカに入れるべき選手、常に入れるべき選手とは言っても、まあ、他2人がちょっと微妙で1点狙いにはなっちゃうかなと思うんで、まあ、そんなに無理して引かなくてはいいガチャかなと思いますけど、やっぱサイドで爆速ドリブルしつつ、やっぱメッシみたいなコンカを打てるような選手欲しい。メッシ2人ぐらいやっぱ使いたいなと思うなら、もうこの竹はねめちゃくちゃいいと思うんで、まあ、やっぱ他のスキル的にもダブタワンシューコンカミドルワンパアウトスピンキックピンポイントクロス足裏コントロールスルーパスなど、まあ、優秀なものしか持ってないんですよね本当に。だからまああとはもうそこまでいらないけど闘争心とかスーパーサブとかもそのあたりつけるぐらいなんで、まあ完璧なスキル持ってるし、まあ、4123とか4141の 2OMF もいけて、3トップだったら右ウィングできて、左側 ST に変えて左で使ってもクロス要因とか中えぐっていってアウトスピンも打てるんで、そういう使い方もできる。で、右ハーフはまあ最強格、先週ビルツめちゃくちゃいいとは言いましたけど、多分久保選手の方がまあなんだかんだ使いやすそうかなっていう感じはするし、モメンタムついてなかったらそこまでね別におすすめはしなかったですけど、モメンタムついたことによってまあ相当エグくなってると思うんで、まあ、欲しい方はぜひ狙ってみてもいいレベルの選手なんじゃないかなと思いますね。それでは今回ここでショータイムエピックのレベマ能力値解説の動画の方やっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ、本当最初に言った通り、お互いに神の選手は一人ずついるって感じで、まあ、そこまで悪くないガチャではあるんですかね。まあ、その時点でまあ全然そこまで悪いガチャではないんですけれども、まあ、やっぱりピンポイントに狙う人とか好きな人以外はあんまりおすすめできるガチャではないかなっていう感じしますかね。まあ、エジミューソンとかなかなか消えることないセンターバックだと思いますし、タケよりも結構おすすめかなっていう感じしますけど、他2人がまあちょっと微妙かな、環境的に微妙かなって感じで、まあ逆にタケはモメンタム持ちでは多分なかなか登場しないとは思うんで、この能力であのスキル全部揃って
ってて、モメンタム持ち、まあやっぱ相当やばいんですよね。まあでも今回は本当皆さん次第だと思います。どっちも絶対引けとは正直言えないですし、引いた方がいいともちょっと言いづらいぐらいのガチャではあるんで、スカッとピンポイントに補強したい、それ以外はまあ特にいらないかなっていう感じの人は、まあ引いてみてもいいんじゃないかなと。でもまあ基本的には木曜まで様子見とかでもいいとは思いますね。それが一番無難だとは思います。それでは今回はここで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。